ゴーレン・エドワード・スパーンは、アメリカ合衆国ニューヨーク州バッファロー出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。ニューヨーク州のバッファローで生まれ、1940年にボストン・ブレーブスとプロ契約を結び、1942年にメジャーデビューを果たす。だが、直後の1943年から1945年までの3年間は、 兵役義務のために陸軍に従軍し、野球から離れる。この時、ヨーロッパ戦線で負傷するも、選考を認められ、パープルハート賞とブロンズスターメダルを受賞した。野球界復帰後は、その現役時代のほとんどで、ブレーブスに所属し、チームのボストンからミルホーキーへの移転も経験する。 ワールドシリーズには1948年、1957年、1958年に出場、1946年から1948年にかけてはもう一人の20勝投手ジョニー・セインと共に日本の大国柱として活躍する。1947年には地元ボストンの新聞に、 スポンサインプレイフォーレーンを祈れという見出しが載るなど、両投手ともに大車輪の活躍で、1948年には、チームを34年振りのリーグ優勝に導いた。なお、1953年には、投手として、初めて年俸を10万ドルを手にするが、これは、スパーンが、観客動員に応じたインセンティブ契約を球団と、結んでいたところ、 チームがミルウォーキーに移転して飛躍的に観客動員が増加したためである。1965年にニューヨークメッツとサンフランシスコジャイアンツに所属し、同年に MLB からは引退するが、その後数年間はメキシカンリーグでも投げた。現役21年間のうち年間20勝以上を13回達成し、そのうち42歳の時に23勝を記録するなど、 息の長い活躍を続けた。通算勝利数363は、MLB のサワン投手としては、歴代1位であり、全体で見ても、サイアング、ウォルター・ジョンソン、ピート・アレクサンダー、クリスティマ・シューソン、パッド、ガルビンに次ぐ、歴代6位の実績を誇る。スパーンのブレーブス在籍時の背番号、21。ミルウォーキー・ブレーブスの永久欠番に1965年、指定。 スパーンの銅像。かつて、ターナーフィールド街にあったが、現在は新本拠地、トゥルイスト・パーク街に移設されている。1973年に野球殿堂入りを果たす。現役時代、セントルイス・カージナルスのスタン・ミュージアルがスパーンを、表して、スパーンは、絶対に、殿堂入りすることはないだろう。なぜなら彼はずっと当主であり続けるからだ。 という発言をしており、一面でそれを裏付けるような、長い現役生活の末の殿堂入りだった。また、ブレイブスを退団した1965年には、スパーンの背番号21は、ブレイブス初の永久欠番となっている。1975年、53歳の時、日本プロ野球史上初めての日系アメリカ人以外の外国人監督として、 広島東洋カープを指揮することになったジョールーズの招きにより広島東洋カープの春季キャンプで臨時投手コーチを務めた。丁寧でわかりやすい指導は非常に好評でありその年球団創設25年目にして初のリーグ優勝を飾った投手陣に大きな影響を与えた。臨時コーチであったスパーンは開幕戦を見届けた後帰国している。 1999年、スポーティングニュース誌の企画、偉大な野球選手100人において、第21位に選出され、20世紀選抜チームにも選ばれた。同年にはシーズンで、最も活躍した、サワン投手に贈られる賞として、ウォーレン・スパーに賞が設立された。2003年11月24日、予定を過ごしていたオクラホマ州ブロークン野郎の自宅にて、 老衰により82年の生涯を閉じた、ブレーブス球団通算記録、ありがとうございます。